扱い方がないの。髪の毛、そう、ちょっと巻いてもらった。どうしたらいいんだろう。かけすぎか。髪かけないと重たいんだよな。あ、タワー、ちょっと待って、いいか。ひがなつあとまくひがなつあとまく、きょかたむずさん、ガネーションくまタワー、ありがとうございます。ありがとう、くまタワー、ありがとうございます。と、かぜとみとさんも、ガネーションくまタワー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね。ちょっと待って、後ろもさ見てすっごい短い。かわいいよね。ちょっと待って、カットね。正面から見るめっちゃ丸い形。ちょっとさ、後ろ背景が黒いからこれだけは襟足が。かわいい。できるかな、明日から自分でセット。それも怖いな。過去カニュー前の、いや、カニュー前より短い。カニュー前はこんぐらい、肩つくボブ、ボブがね伸びた感じの長さ。え、過去一短い多分。ヒューガナツさん、クマタワー、ありがとうございます。ライト、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。むずい、髪の扱いが。あと、風富人さんも、クマタワー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。時計じゃないよ、本当に切った。ウィッグでもなんでもないよ、ほら。めっちゃ切った髪。
いい感じ。突然切る、いや髪はねずっと切ろうと思ってたんだよね。ウルフしたかったか、ずっと切ろうと思ってた。ウルフこう前に来るのが可愛いのにさすぐ後ろに行っちゃう。できるかな下から自分でこれできるかな。今日美容師さんにやってもらったからさできるかな。髪色もねちょっと暗くした。前回少し明るくしたんだけどまた暗くしちゃった。オリーブ系わかんないわかんない。広いんで喋る、いやあんま喋んない喋りかけられたら喋るぐらい、うん、喋んないな自分からは。めっちゃ軽くなった頭が長かったから髪黒くなった。前髪もねちょっと切ってもらった。どうせすぐ切るだろうし。あ、襟足？ここ？今はしてないかな。もうしたくなったらそうかも。でもここ色違うのも可愛いよね。みんなこのさ襟足のとこ。あ、グランチャットマークキョカタムズさん、カーネーションクマタワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。グランチさん、クマタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね。影になっちゃう。なんかライトの位置があるのか、どこがかっこいいありがとうございます
ありがとう。とりあえずいい感じに見えてきた？見えてきた？よかった。少しこれ耳でもかけないとね、なんか重いんだよな。かけなくても可愛いけど、なんか重くない？でもこれも可愛いっけ、かけた方が。よくない、わかんないけど。え、何センチ切ったかわかんない。でもね、自分で切らせてもらったの、髪。髪をさ、そう、毛量多いんだよな。だいぶ空いたけど、これでもめっちゃ空いた。でも耳かけた良さそう、私の髪的に。ツが嫌いすぎた結果、え、髪切った理由それじゃない。もともとね、ウルフにしたかったんだよね。ウルフが好きでしたかったからしただけだよ。写真見せたの、こういう風にして、そう、写真見せて、こういう感じのウルフで切った。全然ビコン当たってるから生で見るの楽しみになってきた。確かに、そう、みんなに見せるのあれか、一番早いので静かか。でもりちゃん卒業後に、卒業後17モホピョンの生誕祭で3日間あるんで、18ビコン、18日は生誕祭とかじゃないよね、普通の。3日か、できるかな、セットセットが自分でできるかが怖い。髪短いとさ、寝癖もつきやすいじゃん。できるかな、自分で。なんとかなるか。公園はね、メイクさんいるけどさ、違う、あの公園とかじゃない日、お話し会とかさ、普通にお出かけする日できるかな、セット。自分で。前髪めっちゃパッツンだ。いいけど伸びるからどうせ。ハドはメイクない。ハドはね、メイクある、メイクさんいる、やってもらってる、いつも。
したからバリエーション前髪型確かにあんま結べないからな減るかも長い時よりかは。内巻きもでもウルフだからな。ウルフはこれさレイヤーが入ってるから外羽の方が可愛い。前髪もね、そう自分で切ったからさ、ちょっと整えてもらおうと思って切ってもらった。自分で来て前髪ね、前髪、うん、後編アットマーク許可タムさんもカーネーションクマタワーありがとうございます。ありがとうクマ、ひじが当たっちゃった。ありがとうございます。ありがとう。スプレーで固めてはない。これヘアオイルつけてるだけ。もうちっちゃくなっちゃったと思ったけど、ははは、は許容範囲でしょ。浩平さん、ちょっとなんかもうちっちゃく書いちゃった、なんでか。クマタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。クマに似てきた？どう？私が？どういうこと？私が？後ろ番なんだよ。映ってるこれ。わかんない。後ろ。ちょっと跳ね。髪色はね、ちょっと暗くしたの。ちょっと暗く。お昼の配信とか昨日よりは暗くなってる。でもなんか最近ずっと暗めだからあんまり違いは分かりづらいかも。
前回ちょっとだけ明るくしたからね。髪の量すごいんだよね。でもだいぶ空いてる。これでも空かないとそういうことになるから。空いてる。基本的に満足してる。ずっとしたかったからね、ウルフ。できて満足。もう伸ばす気はない。一旦はこれかな、短くしたから。一旦は。今後はちょっとわかんないけど。だって切ったから。メイクいつもと一緒ですね。うん。あ、今の生写真全然違う。今の生写真ハーフツインしてる。長くて髪長くて。あれのオフショットも載せられついた。下載せようかな。そうウルフ襟足長い、短くて。いや、こんな短いのさ、久しぶりっていうか初めて。めっちゃ顎ぐらいのボブにしたことはあるの、一回中学生の時に8入る前。でもそれより短いよね、顎上だもんね。これどうだ、一緒ぐらいかな。でもちょっと違うか、比べるにはあれか、ウルフとボブじゃちょっと違うか。エイト入った時はね、その顎ぐらいのラインで切ったボブが伸びた長さだったの。だから肩つくぐらい、そっから伸びて。あれは伸びてあんのだったんだよ。あ、確かに襟足長いからね。ここのさ、襟足以外は短いの。ほら、襟足、ここ。ここは襟足でしょ？これ側。後ろがさ、椅子が黒いから、わかりづらいな、髪の毛。ここぐらい。襟足があるから。ウルフだから。今後伸ばさないんじゃない？わかんない。とりあえずは。だって今日切ったんだよ。今日切って伸ばしますわ。それ気に入ってないじゃん。それなんかあれじゃん。なんかちょっと失敗しちゃったなって思ってる時じゃん。それ別に満足してはいるからな。一旦はこれかな、長さ。今日来たばっかだからな。確かにずっとロングだったもんね、入ってから。うん、一旦短くした時もあったけど、でも
肩ぐらい。久しぶりに結構切った。マネージャーさん OK 出た聞いたらあの OK って。現場は見せてない。あ、でもひなこなんかインスタのストーリー載せたら返信来てた。あ、でもまだ見てない。セットの仕方はね、なんとなく教えてもらった。ヘアオイルの付け方とか、セットした時の髪の乾かし方とか教えてもらった。アイロン、ヘアアイロンしてもらってる時もめっちゃ見てた。仕方わかんないから見てた。耳出てるのいい。耳かけてる。こっち、こっち見えないけど。ここにさ、髪の毛があるのが変な感じ変な感じ。こう短い毛がここにあるのが変な感じ。待ってて、髪の毛どうして。これね、髪の毛ね、口に入りそうじゃん。意外と入んないんだよな、長さが。え、ちょうどさ、なんていうの、届かない位置。ほら、引っ張ってくればあれかもだけど、入んない口に。やばい、服にリップついちゃった。服にリップつけちゃった。落とすやつ持ってくるわ。いい。つけちゃったリップ。袖のとこにリップついちゃった。落ちるかな。もう目立たないけど、大丈夫か。モバイル充電してたのに外してるじゃん。ノンスタンド買ってない、まだ。ネットで買うからそのすぐは無理かも。ちょっと今はまだ立てかけてる。なんか
きなんかなんていうでもまあまあなんとかなってるけど買うちゃんと。分かんなくなってきた慣れてきた目が。キノコみたい悪いなんかフォルム。キノコ4万ウルフできてよかった。イメージのインプットインプットし直しに時間かかるロング長かったもんな結構期間がやってる最近ずっと、ね、切ったとしてもさロングのままだったからさ短く切ったとしても片下このぐらいだったからめっちゃ短くなった。なんかというかロングしかない。いやね一回あるんだよ。いつだっけ？いつだろうあれ。3年前とか？違うな。4年？5年前？少年前にあの肩ぐらいの長さで切ったことある。だからなんか長めのボブみたいな。に切ったことはある。高校生の高校1年生の時。そうある。でもそれぐらいかな。肩つく長さだったけど、ギリ。それからはずっと髪伸ばしてる。伸ばしてるってかちょっと長かったポニーテールはねできないですこれえしょポニーテールでしょ一つに結ぶと思えば結べれるけどうん襟足だけみたいなここのおさらくなってる髪切って嘘わかんない幼い髪暗くしたからなんでおさらく見える髪ちょっと暗くしたからかな切ったら幼く見えるのかな分かんないけど幼くない16ぐらい、 いや幼いやん16は私二十歳なんだけど幼いって
長い時より幼く見える。あ、ミラーボールありがとう。ミラーボールありがとうございます。外跳ねしてる。ここさ、後ろがさ、椅子黒いから分かりづらい。外跳ね、ウルフなんか見える。外跳ね、あ、テロップ、確かになんか書くか。ちょっとさ、だってテロップ書きたいんだけど、あ、めっちゃ邪魔だなこのストップ。いや、これでいいや。ちょっと面白すぎる。ウルフ。キーボードが打てない。長っ。ミラーボール。あ、これあれだ。ウッキャンさん。ミラモールタワー。久しぶりのミラモールタワー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。長い。ちょっと待って、これのやってる最中に書くから。久しぶりに見たよミラモールタワー。ウッキョンさん、ミラボルタワーありがとうございます。あれ、電波おかしい？見えてるかな。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとう。伸びてる、またグランチャとマーク、キョカタムズさんもミラーボルター、ありがとうございます。ありがとう。行きましょう。グランチャと、あ、アートマーク書いてないわこれ。グランチさん、ミラボールタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。やばい、ずっと光ってる。伸びた？本当だ、ありがとう、お客さん。傾いてる。ありがとうございます。どうしよう、何しよう、めっちゃ長いよ。5分50秒。あ、びっくりした、今さっき51秒でずっと止まってた。動いてるわ。もう外しとこうか。でかいんだよな。
配信中、配信はね12時まで、これを切れるまで。近いの写真から、あどうだろう、わかんない。次回何が出るかわかんない。まだロングのやつも何個かあると思うけど。マジ取りかけて。でも今回の衣装の名前だし、めっちゃ可愛いあれ、あの衣装がめっちゃ可愛い。載せますね、自撮りちゃんと。明日載せる。ショルも終わった後だとちょっと遅くなっちゃうから明日。長い、あと4分もある。どうしよう、コア待ってるかと思ったけど、ずっと待ってるわけ。私誰だっけ、ミオさんのだった気がする。ミオさん確かね。ぜひゲットしてください。お前自身本当だよ、鳥のクマ見えない、見える。いや今日めっちゃクマ。これクマ持ってるし、めっちゃクマ画面にもここにもいっぱいいるから、いるし。これさ、リボンがさ閉じちゃう。このクマこうなんていう、ふわふわなんだよね。なんかぬいぐるみのさ、よくテディベアの感じみたいな、ふわふわ。え今日さ寒いからさ、ちょっと暖かいの着ようと思って。え今日寒いよね、ちょっと部屋はまあ寒くないけど、裏着物のやつ着てる。もうここ部屋はちょっと暖かいけど、アニオの投票はもうしたよ。今日大丈夫した、キャラクター対象。このクマ。サウスポってどういう意味だっけ？どういう意味？あ、左利き？左利きじゃない。右利きです、私。でもね、携帯のさ、操作とか左手でしちゃう。右手でやることもあるけど。でも右利き。携帯は左手、なんかさ携帯こうなんか文字打つ時とかも左手で持ってること多くってさ、携帯だからそのまま左で文字打つ。
右手で打つ、打つされた、右手で打つ時もあるけど、いや両利きではない。でもなんかさ、こう書いたりとか、ご飯食べたり、ね、お箸とか、そういうのは絶対に右、左無理。左で操作できない、え、普通じゃないのこれって、普通だと思ってた。でも携帯を持ってるのが左手で持ってることが多い、右より。そう、だからかな、左手で持ってるかも、こうやってずっとなんか右手で持つとさ、右手使えなくなるじゃん、まあ、当たり前だけどさ当たり前だけど使えなくなるじゃん。だから左手で持ってみたいな、歩くとき、あ、ミラーボール消えちゃう、かわ、ありがとうミラーボール、ありがとうございました、ありがとうね、ありがとう、ありがとう、たくさん聞かせてくれてありがとうございました。聞けて温存、そうそう、スマホは左手で持ってるかも、だから文字打つのとかも左手でやったり、でも利き手は右、左手は、うん、そんな文字打つ以外無理かも文字打つとかスマホの操作以外。左手で箸使えないよ、無理無理、使うと思えばいけるのかな、トイレ行けるかもだけど、無理だね、やったことない。あ、あ、またミラーボールありがとう、ウキョンさんありがとうございます。ん、モニターついてないけど押しちゃった、よいしょ、ありがとう。これミラボルタワーか、ごめんミラボルタワーちゃって見逃してた、ごめんなさい。ウキョンさんミラボルタワーありがとうございます、ありがとう、ありがとう、めっちゃ光ってるわまた×2×2 か、ありがとう、ちょっと手にちょっと、ありがとう。ミラボールタワーと、ミラボール ×10 がミラボールタワーかな。でもミラボールってあれ、多分あれだね、あれだよね、あのさ、5本分しか投げれない、5個分だから。×5 が2個でミラーボールと、あ、×5 が2個、うんうん、たくさんありがとう、おきよさん、ちょっと待って、あ、500だから20で、あれ、あ、そうだそうだ、500か、間違えた、かける10が2個でミラーボールタワーか分かんなくなる今は3つ分ミラーボールタワー
3つ？ありがとう、ありがとうございます、うきょうさん、たくさんありがとう。今何枚来たっけ、ありがとう。パリピルム、めっちゃある。8分8分めっちゃあるじゃん。12時超えても終わらないパターン。いやね、時間はね、12時になったら勝手に切れるんだよね。もしその時間12時よりなんていうの、見守るの時間が超えても、さあかける6、え、ちょっと待って、えやばい、うきょうさんいっぱいありがとう、ありがとう、たくさん、わかんない数、え、かける 6?7? え？8? わかんない、数がどんどん増えてくんね。え、20分になってるんだけど。やばすぎ。え、ありがとう、うきょうさん、たくさん戻った。今でもさっきちょっと私の画面も点滅してたんだよね。とりあえず3枚分書いた。うきょうさん、いや、ホールドは本当たくさんありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、たくさんありがとう。すごい、めっちゃ光ってる。ウルフ記念パリピ配信会場ウルフ記念のパリピ配信やばすぎすごい、ずっと光ってる、待って、ほんと伸びてる、ありがとう。これ何個分かもう分かんない。でもさっき3枚書いたから、さっき8だったよね。数がもうわかんない、ありがとう、たくさん、え、待って、これさ
これ切れるまでついちゃうよミラーボール配信切るやばすぎ。これ過去最高だよ、長いの。こんな過去最長、こんなミラーボールついてんの、ありがとう。やばすぎ、何個か分かんない。こう聞かなくて、な、申し訳ない。ありがとう、でもたくさん、さっきのやつありがとう、ありがとうございます。たくさんありがとう、ミラーボルタワー、ありがとうね。もう数が分かんなくなっちゃった、ごめんね、ありがとう。たくさん、ありがとう。イベントの時も30分とかだったっけ、20分とかだと思ってた。確かにイベントの時もめっちゃ長くついてた記憶はある、ミラーボール。もうずっとミラーボール光ってた右上で。今イベントでもないのにありがとう、ありがとう、たくさん嬉しい。ウルフイベントウルフ記念、深め切りました。ウルフ慣れてきた、みんなの目そろそろ。この髪型見慣れてきた。いい感じ。ちょっと羽怖いよね、ここの襟足がさ、そうねやって。でもここに髪毛先があるのがさ、本当に変な感じ首に当たってるのが後ろ、すごい変な感じ。美味しくて直視できないミラーボールが絶対ミラーボールでしょめっちゃ光ってる。髪切った内巻き上顔周りと心のさ、上の髪の毛は内巻きで、襟足だけ外巻き、外羽ね。耳かきして、耳かけこれもっとってこと、全部かけるってこと。でも全部かけた顔周り、ただのショート、ショートカット、ボブっぽい、あ、ボブっぽいかかるのはかかるけど、すぐ落ちてきちゃう、短いから。でもかかるのはかかるわちょっと羽のさ、ボブみたいじゃない、ちょっと後ろが。今日はちょっとこっちで難しい。どうしたらいいんだ。
で耳かけたらいいのかわからない。ここら辺か。かけすぎか。むずいな。どこでかけたらいいかわからない。さっきこんなんだったっけ。全部見かけるのもいい。ウルフ感は出なくなるけど、それもいいね。ウルフ感出したいんだったらかけない方が、ここはここはあったらウルフっぽい。これがさっきこんな耳出てたっけ。もう分かんないよ、髪どっからかけたらいいのか。これか。そう、なんかナチュラルなウルフにした。そこ、ここだよね多分ね。いい感じだわ。いい感じ、収まってる。すごいな、ミラーボール。こっちか、私こっちで光ってるけど、こっちか。めっちゃ光ってる、ありがとう。人生で一番短い多分顎下のボブにはしたことある。でもね、でもボブって襟足がないじゃん。襟足だからあれだけど、ナチュラルじゃないウルフはね、なんかもっとがっつり、なんて、もうもっとこう分かれてる襟足とこの上の部分が、これなんかさ、ナチュラルなやつはこうつながってるように切るらしいんだけど、今日言ってたらさ、後ろがさ、これ黒い背もたれだから分かりづらいよね。なんかもっとこうが、なんていうの、なんかもっとなんていうちょっと説明が難しいんですけど、こういうもっとこうこうなんか差があるなんていうみたいな、もっとかっこいい感じになる。ちょっと説明が難しい。後ろもね、めっちゃいい感じなんだよ、これ後ろ。後ろさ、いる？後ろこうなってて可愛くない？後ろもこうこう、スパーネいいよね、可愛い。後ろかな？です。本当に入れちゃいました。
満足姿がキョウガちゃんと思わないくらい確かに気づかれなさそう私って気づかれるかな今度先輩に会った時誰と思われそうじゃない気づかれるかなメイクさんとか誰ってなりそう大丈夫かないや楽しみだね次メンバーにあのあと何日が公開会うから明日は会わないけど会うからその時最近気づかれるかなちゃんとツイッター見ててもさ実物見ないとさ分かんないじゃんなんか気づかれるかなしみだわ次会う時が絶対ね絶対誰かしらに「え誰かと思った?」って絶対に言われると思う分かんなかったって絶対言われると思う絶対言われる。絶対誰かに言われる。予想できる。インテールもできないちっちゃい子がするみたいなツインテールじゃねちっちゃい子がするよ襟足だけ襟足だけの襟足だけだったら面白い上は短いんだよねブルクだからちっちゃい子がそれはなついてるって言うけど襟足だけの見えてるかここだけここだけやっていけるからでもさ上短いからさここら辺さ結べない絶対上浮いてきそうする浮いてくるなんていうの出てきそう髪ちヘアアレンジなんか編み込みとかこことかあと何ができるかな何があるかなハーフチンとかだったらいけるよねここら辺のせい
上だけどか、うん、あ、リンゴとか、あ、確かにそういうのだったらいいけど、できる。でもただのさ、今日みたいな感じの紙でもいいけど、これ自分でできるように練習しなきゃ今日美容師さんにやってもらったから、自分でできるように練習しなきゃ。羊、羊キリいけるかな、ちっちゃいやつだったら。でも似合うか分かんないけど、似合うかなこの髪型で。ギリできそうな気もする。汚いし、ちょっと練習するわ自分でできるようにこの髪の毛どうだろう、難しいのかな、意外と簡単どうだろう明日やってみるわ。クマさんヘアいけるんじゃない、ここら辺に、ね、お団子あんまやんないけど、クマのクマヘア、あんま羊の位置がちょっと高くなっちゃっただけクマっぽくなっちゃうけど、それ以外ではあんまやんないここら辺の紙があればできそう。色はさめ、色はねちょっとだけ暗くした、昨日とかよりかは暗くなってるかな。でもねそんな、え、最近がずっと暗かったからさ、あんまり、うん、そんな違わないか。切れますか、自分で切るみたいな感じでハサミ渡されて切った、髪の長いのでハサミでバッサリ、ベストハサミめっちゃよく切れるよ、すっごい切れ味良かった当たり前だけどつまさくて可愛いって自分でゆっくりしそう、あ、短くって、でもめっちゃ寝癖ついてそう、短いとさ寝癖つきやすいじゃん、つきそう、めっちゃう後ろは切ってないよ、この右側だけ、これなんかさ、ダカル、あの大きいヘアピンみたいなやつをミエさんがつけてくれて、でこの下だったらどこでも切っていいよって言ってくれたから、そこのさ切って、なんか好きだったわけに、いやなんかさもっと言われるかと思ってたんだよね、なんかいやロングの方がいいでしょみたいな感じのことをめっちゃ言われると思ってたから、そうやると言ったけど、そう切ってしまったから、そんな言われてもじゃんそうだから意外と言われなくてびっくりした、よかったよかった、
かったよかった、ありがとうみんな似合ってるって言ってくれてありがとう、嬉しい。伸びるし、でも伸ばすかわかんないんだよ とりあえずこれかな、だって今日切ったばっかだし。予約してたから2週間前ぐらいから予約してたんだよね、結構前、2週間以上か、ん2週間前ぐらいか、まあそんぐらいから4月の後半に予約したからさ、もう早めに予約しとこうと思って、馬ちゃんのやつだったから、だからそう最後ツインテールした、エイトのコンサート、後取りもした、あ、まだ写真撮ってないけど下そうだからね、ツインテールして、でなんだっけ、昼公演はハーフツインでしょ、ハーフツイン短くてもできるけど、長い長さ長い髪の時ときたいなと思って、であと羊もやった、高めツインもなんかいつだっけ、ビークエンかな、ビークエンかな、なんか公園でやった、高めツインもやっとこうと思って、もう切ろうと思ってたから、だからもうロングのうちにやりたい髪型は全部やった、ロングに思い残すこと、そうロング、昨日も買い物行ってたんだけど、そうなんか髪今日切るつもりだったからさ、切る予定だったから巻いとこうと思って最後に巻いた、ロングも好きだけどね、もともとねショートの女の子がすごい好きで、髪短いの可愛いじゃん、ボブとかショート、だからね切っちゃったウルフしたくって、ウルフにした、ベレボ似合う、ベレボ似合うかな、うん、ロングの時からベレボの髪飾り多かったから、ベレボ好きだから嬉しい、なんかベレボ担当みたいな嬉しい、こうアップの髪型はできないけど、その分ポニーテールとか、ポニーテールもあんましないからいいけど、ハーフツインとか、あハーフツインもできるっちゃできるか、でもさベレボ被ると隠れちゃう、ハーフアップとか高めツインとかできないから、あれだけどベレー帽好きだった、ベレー帽、ベレー帽担当、壁下とかベレー帽多いよね多分、私他の衣装とかもだけど、エイトの衣装もベレー帽だし、なんだっけグレーのチェックのやつ、あとはなんだっけ、エイトの衣装はそのぐらいか、でもなんかベルボ多いんだよね、でもね入った時にね、その一番最初なんかいろいろ撮るじゃん、写真入ってエイトのホームページ載せるような写真とかいろいろ撮るのね、その時に
その時かな、なんかね石尾さんにね、ベルボ担当だねみたいに言われた記憶あるんだよね。ベルボいいね、ベルボ担当だねみたいな。そっからベルボ、そっからってか、まあ最初だからあれだけど。そっから、その前がないからちょっと待って、言い方が怪しかった。そう、ベルボーイ。でもベルボー嬉しい。ベルボー枠、まあ、なんとなくだけどね、ベルボーかぶってること多いなってメンバーいない。ハマちゃんとかもそうだったよね、多分ベレー帽だったよね、めっちゃかぶってるイメージある、ベレー帽。私もベレー帽多め、嬉しい。でもベレー帽、あ、ナギちゃん、ナギちゃんも確かにベレー帽、うん、イメージある。なんか皆さん逆に違和感、え、ロングの方が、ロングの方が長いのに。期間やってる期間長いのにロングの方が違和感だった。そう、目慣れすぎだね。すごいな、適応能力が。すごっ。今の壁しゃべる棒だけど、次もベルボーかな、変わるとき。え、ベルボーかぶりたい、私は。ベルボー好き。うん、15分ありがとう。じゃあランキングを、ランキング13位からキング読みますね。13位ナオトさん、ありがとうございます。12位ヒメラとマーク、ロング派だったけどシャントンキャータムさん、ありがとうございます。よかった。11位ニャンコさん、ありがとうございます。10位ニャンホソさん、ありがとうございます。9位、香港のハルマットマーク、強化ウルフオイスさん、ありがとうございます。8位フロマンさん、ありがとうございます。7位マルさん、ありがとうございます。6位ダミチンさん、ありがとうございます。5位風とみとさん、ありがとうございます。あ、めっちゃ許しちゃった。4位ひょうなちゃんともくきょかたむずさん、ありがとうございます。だいいよ。3位こうへいともくきょかたむずさん、ありがとうございます。2位グランツットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。そして1位がウッキャンットマーク、エペガミタイさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。エペもちょっといろいろこのさ、モニター上の台、ウェブカメラ奥の台買ったから、ちょっともうちょっと待って、いろいろ準備をこれから進めていくつもりではあるから。とミラーボールも本当たくさんありがとう、ずっと光ってる。ありがとう。あ、明日の配信、明日は夜、明日もやるかな、明日1回かな、多分ちょっと声の練習しなきゃ、いいとしずくまだやってないんで、明日は1日練習なんで、明日は夜しようかな、夜長めにできたらと思うけど、
でも22時台とかかな、早めに始めても22時台とか多分ですかね。ミラーボールめっちゃずっと光ってる。本当にありがとう。他のギフトもたくさんありがとうございます。ありがとうね。歌は もちろんだけど、歌は笑顔もありがとう。みんなありがとう。そう、3日連続公演、3日連続初めてな気がする。2日は何回かあったけど、多分初めて、覚えてない時かな。当てとか、あ、明日あれ載せるね。今販売してる生写真のオフショットってか自撮り載せますね。明日ちょっと今日も遅いから。あと30秒ぐらいで、明日も夜で配信、ちょっと長めにできそうだったらしようかな。22時台ぐらいから、ちょっと練習が長引けば23時台かな。から多分起きれるまでやると思う。明日もそろそろ切れちゃうかな。ありがとうございました。また明日の配信で。またね。おやすみなさい。また明日。バイバーイ。またね。おやすみ。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみ。